都市チェレポベツ市内に存在する路面電車。2021年現在はチェレポベツ市が運営する単一事業体のエレクトロトランスによって運営されている。ソビエト連邦時代の1950年代、チェレポベツは工場の建設が進み、工業都市として急速に発展した。その中で労働者の輸送手段として路面電車を建設することが決定し、 1956年に、チェレポベツヤ金工場の路面電車部門が設立された後、同年10月19日に最初の区間が開通した。その後、ソビエト連邦時代は、路線網の延伸が継続して行われ、1958年、1979年、1984年に開通した。ソビエト連邦の崩壊後、 路面電車の運営事業は、チェレポ別夜勤工場から、チェレポ別市へと移管し、2021年現在もその、体制が継続されている。路線については1998年に実施された、延伸により、市内を東西に結ぶ路線とそこから分岐する、支線という全長 26.5km の路線網が形成されている。このうち80%以上は、道路から分離された。 専用軌道である。2021年現在の系統は以下の通り。運賃は29ルーブルで、非接触式 IC カード、ミールや IC カード機能を有した銀行のキャッシュカードも使用可能である。2021年現在、チェレポ別支店に在籍する車両は以下の通り。このうち、平日ダイヤでは28両。 週末ダイヤでは20両が営業運転に使用されている。ありがとうございます。